りかからやってきてくれたミスターポー、あなたが言ってくれた、涙をこらえてはダメだよ、その一言が私の泣き虫を起こしてしまったみたい。震災のぬごさの涙、立ち上がれない涙、先の見えない涙、いっぱいいっぱい涙の洪水、でも今は自衛隊さんへの感謝の涙、ボランティアさん涙、そして世界の皆皆様へ感謝、世界の皆様へ感謝の涙。泣き虫はいつも元気だけど、一人じゃないよと教えて、助けに来ると、そして涙の洪水を変えてくれる。ありがとうと言いながらまた洪水、その一言が私の